ャジ軸もは、ク軸もナに分類される層類。故障などの淡水に生育する。大型の種で、長さは、通常10から50センチメートル程度であるが、1メートルに達することもある。色は、暗緑色で、主軸の節部には7から8本の小枝が輪生する。小枝には8から11の節部が見られるが、津とはほとんど発達しない。小枝基部には、 体化的でわずかに細胞が膨らんだ程度の乳頭状の重輪卓葉管が上下二段に並ぶ。主軸も小枝も先端部以外は非層で覆われる。主軸は一次列の間に2本の二次列を挟む三列性非層を持ち、非細胞は体化した乳頭状突起である。非層細胞はしばしば石灰化し、触ると硬い感じがする。これが和名の由来である。 水から引き上げると強い射軸も周がする。死有同種であり、小枝の下の三段の節部に、有機とメスキを、それぞれ1個ずつ生じる。メスキは上向き、有機下向きに位置する。有機の直径は300から450マイクロメートルで成熟すると鮮やかな赤色になる。メスキの螺旋は14から16本。受精した卵胞子は黒色で。 長径550から750マイクロメートル、短径400から550マイクロメートル、11から12本の螺旋円がある。淡水の湖障、池、溝などの止水域に生育し、産地湖ではヒメフラスコモと共に、舎軸ービを構成する、主要素となるオーストラリアを除く、世界各地に広く分布する。日本では本州中部以北に多く生育する。 生育する故障の pH は5.8から8.8の弱酸性から弱アルカリ性で、半分期は5から10月。絶滅危惧愛類特に利用されない。ありがとうございます。